い、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、この前私ホテルステイをしてきました。気分転換に初めてホテルステイをしてみようと思って行ってきたんですけど、その時の、ね、様子を Vlog にまとめました。ちなみにね、その日なんですけど、私ノーファンデで過ごしたんですよ。最近マスクも絶対お出かけする時はつけるし、あんまりファンデーションを使う機会がなくなってきたんですね。やっぱりファンデーション塗ってるとよれが気になったりとかすると思うので、そのホテルステイの日もゆっくりリラックスもしたいし、ノーファンデで行こうと思って。たださすがに肌に何も塗らないっていうのは日焼けとかも気になったりとかするし、ちょっと気が引けるので、ファンデーションではないんですけど肌を綺麗に見せてくれるものがあって、それを使いながら1日過ごしたんですけど、それ気に入って今日もちなみにつけてます。それはまた動画内で紹介しようと思うので、今回はそんな私のノーファンデーの1日を皆さんにシェアできたらと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。今日の朝食です。いつもと同じ感じなんですけど、ベーグルとキノコスープです。そしてスムージー、いただきます。本日はですね、ホテルステイをするんですよ。私ホテルステイ実はしたことがなくって、今回初めてなんですけど、やっぱ最近旅行に行けてないので気分転換というか、近場のホテルで今日はリラックスした一日を送りたいと思います。楽しみ。はい、ということでメイクをしていこうかなと思うんですけど、ホテルステイということなので、いつもよりも少し軽めにメイクをしていきたいなということで、こちらを使っていきたいと思います。アリーのノーファンデ UV なんですけど、カラーは私はサニーアプリコットを使っていきます。サニーアプリコットはこんな感じで少しピンクがかったカラーになってます。今日はこちらを使っていきます。このアプリコットピンクカラーがやっぱり気になるクマだったりとか毛穴とかを目立たなくしてくれるので、これ1本でも肌を綺麗に仕上げてくれます。 UV カット効果が高いのもとても嬉しいですよね。日焼け止めってやっぱ塗るの忘れがちじゃないですか。私も結構忘れちゃうことあるんですけど、この下地は UV カットが高いので、そこもねありがたいんですよね。使用感は結構こっくりとした感じのクリームで、乾燥とかもそんなに気になりにくいかなっていう風に私は感じました。仕上がりはこんな感じです。どうだろう、ファンでなくても私はすごくいい感じだなと思います。最近はあんまりお出かけっていうお出かけもできないので、でめちゃくちゃ重宝しそう。しかも香りもすごくいい香りです。すごくおしゃれな香りがします。何の香りなんだろう。アプリコット&金木犀の香り。金木犀ってなんか最近めちゃくちゃよく聞くな。こんな香りなんだ、すごいいい香りです。私今回サニーアプリコット使ったんですけど、パープルもあるので今度そっちも使ってみたい。ちょっとちゃちゃっと他の部分のメイクも済ませていきたいと思います。というわけでこんな感じでメイクやってきました。髪の毛も軽くセットしてきたんですけど、馴染みもすごく良くてノーファンデに見えないぐらいの綺麗な仕上がりですよね。今日はこんな感じで一日を過ごしてみたいと思います。じゃあ服を着替えてきます。本日のコーディネートはこんな感じでございます。ちょっとあの下地のカラー名にインスピレーション受けたんですけどサニーアプリコットっていうことで、ちょっとピンクがかった感じのカラーだったので、バッグはピンクの春らしい感じのものをチョイスしました。全体的に春を感じさせるようなコーディネートにしてみたんですけど、このベージュのジャケットとか白シャツとかデニムとかでちょっと爽やかさをプラスして、インナーとシューズはブラックで締め色として合わせております。ではマスクもして準備完了したので、今から出発したいと思います。レッツゴー。今チェックインよりもちょっと早めに着いたのでお散歩してます。今日天気良くてよかった。でもやっぱ天気いいと紫外線が気になるので、やっぱりあれ塗ってきてよかったですね。 UV 道が分かりませんどこだろう、ちょっと探します。なんとですね、隅田川の近くに来ております。初めて来たここ、じゃーん、こんな感じ。あっちにスカイツリーがありますね。ホテルステイめちゃめちゃ楽しみ。なんか久しぶりにこういう自然を感じる場所に来ました気分転換になってめちゃくちゃいい、すでに最高です。ではチェックインまで時間を潰してきます。散歩して来ました。今日のホテルはこちらです。
お部屋着きました。とりあえず手を洗います。ということで手もしっかり洗いました。また後で詳しくねルームツアーしようと思うんですけど、いややっぱ新鮮でいいですね。見てくださいこれ、可愛い電球もあります。いやー着いた。なんか久しぶりだからちょっと結構ウキウキしてます今。あっていうか全然化粧崩れが気にならない。すごい、マスクつけてて今ちょっとお散歩もしたのであれだったんですけど、こんなに気にならないですね化粧崩れ。はい、じゃあちょっとお部屋紹介しますか。はい、ということでルームツアーをしていきます。お部屋はこんな感じになっております。ワンルームって感じですごい過ごしやすそう。まずベッドですね。ベッドこんな感じ、ダブルかな、贅沢にダブルになっております。一人ですけどね。ベッドがあって、こっち側にちょっとしたテーブルがあります。あ、これパソコン。今私がちょっとパソコン触ってたのでここにあるんですけど、カップも可愛い。これは何ですかね、抹茶グリーンティーとかブラックティー、ジンジャー&レモングラス、美味しそう。後で飲もうかな。でこっち側行くとお風呂と洗面所があります。この洗面所可愛い、鏡も形が可愛いですよね。これ電球があってこんな感じでおしゃれですよね。すごい、こっちがお風呂なんですけど、じゃーん、景色が一望できます。シャワーがついてて、こっちもつけた感じになってます。いいですね、こんな感じかな。あ、トイレトイレトイレは、おー綺麗、トイレすごい、こんな感じです。ということで今日はこちらに一泊していきたいと思います。ちょっとした様子とかも撮りつつやっていこうかなと思います。ではなんかこのホテルのワンドリンクチケットテイクアウトで1杯サービスでもらえるらしいので、今からもらっていきたいと思います。じゃん、グレープフルーツジュースをゲットしてきました。ストローレスらしいです。そのまま飲めるやつ。いただきます。うん、おいしい。ちょっとお仕事します。でこのジュースもらいに行ったところがレストランになってて、夜ご飯そこで食べようかなっていう風に思ってるので、夜ご飯の時間までちょっとだけお仕事したいと思います。今ですね、もうすぐで5時ぐらいなので、そろそろご飯食べに行こうかなっていう風に思うんですけど、何にしようかなって今悩んでます。すごいたくさんあるんですよ、メニューが。全部美味しそうで、一個気になるのがこのホタテと芽キャベツのアヒージョ、これめちゃくちゃ気になりますね。一人だからそんなに頼めないのが残念ですけど、もうちょっと考えます。そろそろ時間もいいぐらいなので夜ご飯食べに行きたいと思います。なんかテイクアウトができそうなので、テイクアウトができたらテイクアウトで食べようかなと思います。行きましょう。私が食べたかったものがテイクアウトがまさかのできないということなので、お外の席で食べたいと思いまして、テラス席に来ております。まだ5時ぐらいなのでそんなに暗くないし、そこまで今日は風もなくてちょうどいいかなっていう感じですね。ご飯来るの待ちたいと思います。いただきます。美味しそう。チーズチキンのオーブン焼き、チーズがすごい。このミニポテトはサービスでついてきました。これが私が食べたかったホタテと芽キャベツのアヒージョです。あっか、じゃあゆっくり食べたいと思います。
はい、ということで帰ってきました。急遽ちょっとテラス席でご飯を食べてきたんですけど美味しかったです。結構お腹いっぱいになりました。ということであとはちょっとねゆっくりして寝るだけなので Vlog はねここまでになるかなと思うんですけど、私人生で初めてのホテルステイ、まあホテルに泊まったことあるんですけど、ホテルに泊まるのを目的でどっか行くっていうことあんまりしたことなかったので、今日やってみてすごい新鮮な感じで、プチ旅行気分じゃないですけどなんかそういう気分になれたので、たまにはこういう感じで都内とか近場でホテル泊まるっていうのもすごくいいなと思いました。あとは今日はノーファンデーの日だったので、このねアリーのノーファンデ UV これ使ってたんですけど、本当にマスクしていても化粧崩れあんまり気にならなかったりとか、あとすごいなって思ったのが塗り直したりとかしてないんですけど、テカリとかもそんなに気にならないです。私いつも特にノーファンデーの日とかはやっぱり午後になってくるとこういう鼻の T ゾーンだったりとかが結構ねテカってきちゃうなって感じるんですけど、このノーファンデ UV だとそんなに気にならないですね。これめちゃくちゃ感動しました。ぜひ皆さんもノーファンデーの日とかに使ってみてください。概要欄にも詳しい詳細を載せておこうと思うので、気になった方はそちらも合わせてぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回はこんな感じでですね、私のノーファンデーな一日 Vlog 形式でお届けしました。いかがでしたでしょうか。ちょっとリフレッシュすることができたので、とっても素敵な一日になったかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。